はい、次は襟十字の手首の殺し方です。こう胸を襟を取られて横剣で押してきた時が原則ですね。その時にやや押し気味ですけど、押し返して押さば押し引けっていう形になりますから、押し返しといて牽制ですね。そしてかけて、これはもうかけてをしっかりで、次に殺し方ですけど、自分下の手で右、今状況でしたら右手で裏手首、手首を殺してます。この裏手首で手首の急所、自分の顎の方向に打ちます。それで殺してますね。その瞬間にひねって戻してます。これでそのまま落とせば襟十字になります。それでしっかりと決めていくという形になります。から裏手首で、ね、こういうふうに打って、これが浮いてしまうとせっかく打つ意味がなくなりますから、必ずしっかりつけておいて打ちます。そしてひねって戻します。で殺していきますよという形になります。で、ただ応用としては両胸取りの襟十字、あるいは技の中で首締め手を十字投げの時同じような殺し方を使いますけど、この時は縦剣になっている場合ですね。ややそういう場合っていうのは、掛け手をして、特に掛け手をする時に手首が死んではいけないんで、牽制した手がしっかり肘が顔面カバーするぐらいの位置にいってます。そして内腕刀で打ってきます。今度は内腕刀で手首を外に打ちます。その瞬間に殺していくという形になります。で落としていくと、これはちょっと特殊な取り方ですね。両胸取りというのは、ね、両方向を取られる場合がありますので、その時に外に打って返していって取るという形ですね。で、あるいは首締めですからね、こういう状態になってる場合ですね。こうするとやや下の手ですからちょっと見えにくいですけど、外に打ちます。そして殺していく、乗せていくという形になります。ここのところが一つの打ち方、裏手首、内腕と打ち両方使っての襟十字というのがありますから、こちらの場合は使い分けをしてもらいたいと思います。